はい。えー、それでは2024年、ヤングカンヌのプリント部門の報告をさせていただきたいと思います。はい。えー、自己紹介させていただきます。えー、アートディレクターの関口春香と、コピーライターの辻です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。えー、ヤングカンヌは、えー、国内予選とカンヌで行われる本戦がありまして、で、国内予選では1週間で課題を提出、上位チームが本戦に行けるコンペとなっております。 えー、それではまず国内予選のお話からさせていただきます。えーえっと、まあ、プリント部門の提出は PDF1 枚のみでプレゼンなしとなっていて、まあ、僕たちは英語が喋れないっていうのもありますし、まあ、アートコピーでシンプルに勝負したいなと思ったので、えー、プリント部門に、えー、応募しました。 でお題が、えー、アジアの美術館で女性アーティストの作品の割合を増やすアイデアというもので現像収蔵されている作品の8割が、えー、男性となっているみたいで、えー、美術の世界でも、えー、ジェンダーの問題があるみたいなのでそれを解決するといったものになっております、はい、で僕たちが提出した作品が、えー、こちらですであの女性アーティストの道具というコピーの下に、えー、手術道具が 並べられていてい、えー、女性アーティストはもう性転換するしかないっていうちょっと皮肉的な表現で、えー、制作しました。結果、ゴールドということで、えーまあ、特に自信が <laughs> あったわけではなくまさかって感じだったよね。他の部門がその2次とかある中であもうこれでカンヌいっちゃうのみたいなちょっと疑いもあったっていう。 うんてはい、なんとかゴールド取れたという感じです、はい。で、まあ、チームで意識したこととしては、まあ、国際コンペということがあるんで、ちょっと海外的なそのユーモアある作品にできないかなとか、あとはかぶ、まあ、ったら負けてしまうということは避けたかったので、えー、お題からちょっと離したモチーフにして、まあ、作品がずらっと審査の時に並んだ時にこに沈んでしまわないものを、えー、目指しました。 でまあ、これも最初からこういうレイアウトだったっていうわけではなくて、まあ、画材がたくさん並んでいる中にメスがあるっていったものだったんですけど、まあ、このモチーフっていう考え方で、まあ、直前にこう手術道具が多くなるようなしたっていう経緯があります。あとは、えー、割とセオリーではあるのかなと思うんですけど、ハテナからグリーンにさせるということで考えてみました。はい、そして、えっと、 まあ、CM とかに限らずあの、グラフィックにも時間の,あの設計の概念があると思っていて、あの本業が僕は CM プランナーなんですけど、その中でもあの時間の設計をあのグラフィックに持ち込めることができないかと考えて、あのこのような感じで、まずビジュアルでハテナを作って、えーと、キャッチコピーで、えー、よりハテナを作って、えー、とボディコピーでハットを分からせるみたいな。で、最後ロゴが入る。 という形の、まあ、いわゆる根底でグラフィックも考えるみたいなことは、えー、トライしました。これはやはりあの読み手の、えー、と理解だったり、理解した瞬間に脳が喜ぶ感じだったり、えー、そういう驚きを作るための,あの時間の設計ということで、あのこういう根底の,のように頭の中で考えるというのはあのお互い、えー、と気をつけて、えー、グラフィックの制作時もやっていきました。なんかこれはなんか その、はてなからびっくりするまでが、なんか、はてなすぎてもダメだし、すぐびっくりすぎてもダメだっていうのを思ってて、ここのバランスのさじ加減が結構難しいのかなっていうのうに思ってます。うんうん、で、そんなこんなで、えー、っと、本選に向けて、えーやっとし、約半年間あるので、まあ、業務の合間合間で、どんな準備をしていただくかっていうのをお話ししていきたいと思います。えー、まずは、えー、っと、 過去作の分析ということで、まあ、集められるだけ集めて、まあ、ひたすらこう、まあ、デコンしていって、まあ、目指す方向を常に探していったっていうのがあります。であとは、まあ、練習で、まあ、大きくは2種類やり方、2種類のやり方でやっていて、まあ、一つはその、本選と同じように24時間で制作するっていうのと、でもう一つは、その、絵とかコピーとか、あまり作り込まないで、まあ、30分で、あの、 短時間でアイディアを出すっていう訓練をしていました。で、まあ、プリントっていうのはもう制作時間が一番短くできる。あの部門なのかなっていうふうに思っていて、まあ、なるべくのアイディアの核っていうのを探るのに、え時間を使った方がいいのではな。ということで、まあ、練習をしておりました。これも日頃の業務のな、あの、いろいろある中で、ね。 あのの時間確保だったんで、24時間とか、本当、土日とかを使ってなんとかやるって感じで、えっとまあ、30分の右もぎ練習とかは、あの業務の会議の間とかに1時間とかでパンパン入れていく感じで、あのあのそういう感じであのお互い、あの業務との折り合いをつけながらやっていったような感じです。あとは去年の代表者に連絡を。 取って、まあ、質問させてもらって、えー、本線に向けての、えー、解像度というのを上げていきました。あとは、まあ、運営からあのスラックに招待されて、まあ、情報が流れていくので、えー、逐一確認したり、まあ、オンラインで、えー、セッションとか勉強会に参加したりとかしていました。はいでまあ、いざ、関連ということで、 えー、カンヌの滞在としてはまあ1週間ほどなんですけども、えー、到着してからまあ本線までまあ2日、3日ぐらいあったので、まあ、会社のメンバーで記念撮影したりとか、美味しいご飯食べたりとか、会場で作品鑑賞したりとか、まあ、少しドキドキしながらあの過ごしていました。地下にはあの本当の本線カンヌの,あのボードも飾られたりして、あのちゃんとヤングカンヌだけじゃなく、 カンヌをしっかりと楽しむということで、いろいろ勉強とかはしたり、あと制作会社の人とあの会食をたくさん開いてもらったり、あのいろいろあのカンヌとしてもいろいろ経験ができたなと思いました。もちろん、あの現地でも模擬練習ということで、あの頭のに体操をしていました。あとはその、試験会場の下見だとか、当日のご飯の準備だとか。で、うん 前日っててていいうのは準備に当てていましたこれも前日であのいよいよずっと飛行機とか乗ってな,なんかまってんじゃないかってことになったあの会場の目の前の,あのアウトドアであの軽くあの過去のお題でちょっとアイディアを作るっていうような、はい、瞬発ししてましたこれもなんか明るく見えるけど実際夜で、うん、夜8時とか。 8時とかで結構、まあ、そこも意外と後々のヤングカンヌ本戦に関わってくるようなその、はい、この明るさが最後のちょっと,ちょっとクリティカルなところで効いてくるっていうのがちょっとありました、はい、で、えっと、いよいよここまでずっとやってきてヤングカンヌの予選から半年約半年後に本戦ということであの 準備と重ねながら、いよいよ本戦を迎えました。やはりチームで、えー、今回も意識したこととしては、モチーフとして、あの、近いモチーフを使わないっていう、できれば、あの、近くないモチーフで、その問題を解決するっていうのが、やっぱ一番美しく驚きがあるなとも、そこは目指したいなと思いました。あと、もう一点は作り込まないっていうところです。あの、過去の作品をサーベイしていく中で、 やはり合成とか高度な、えー、と制作技法に、えー、頼った、あのー、アイデアはゴールドとかは取ったこともなく、ほとんどのゴールドはシンプルに画像とか、えー、と既存のありものー、にコピーとかでアイデアを作るみたいな、その転売の企画でもう相当アイデアがいいっていうのがゴールドを取っていたので、ここはちゃんと、あのー、あえて作り込まないっていうのは意識しました。あとは制限時間も24時間っていうのは短いので、ここは あとは何よりもビヘイビアーチェンジということであのプリントっていうとなんか表現物で終わっていいような,なんかパーセプションチェンジで終わっていいような感じがあの僕自身前してたんですけどやっぱりゴールドを調べていく中でどれもやっぱ結果にちゃんとつながってるというかえー、っと人の認識を変えるだけじゃなくてちゃんと行動まで結びついてるのが多かったので そこはゴールドでもせちゃんとあの満たそうっていうのは、あの、二人で話していました。で、その中で、あの、本戦、いよいよ本戦なんですけど、ブリーフとしては、あの、男性のステレオタイプをなくすアイディアというお題でした。これはいわゆる筋肉だったり、お金だったり、えー、女性名詞、えー、だったり。 えと男性の、まあ、ステレオタイプな見え方とか成功のあり方があると思うんですけど、えっと、それを、あのー、なくすっていうアイ,、あのー、アイデアが求められるというような感じでした。で、媒体のて、あのー、プリントにとどまらず媒体の展開案も可能というのが今回は、えっと、結構今までとちょっと違うようなちょっとブリーフのお題だったなと思います。えー、とでこのお題2人でいいなーって話してたのが、あのー グラス部門とかカンヌではやっぱり女性のステレオタイプが今転換期ということもあってあの多い中で男性のステレオタイプっていうのは結構あの着眼としてはより先を行っている、まあ、新しいお題だねってことを2人話してあの取り組む時はかなりモチベーションが高かったなと思いました。で、えっと、これは実際あの 一時間前にブリーフの資料をもらって、えっ、ー、と、18時からいよいよあの、英語の、英語であの、現地の,あの審査員からオリエンを受けるような、あの、瞬間がありました。で、僕らはやっぱり英語のリスニングは、あの、全然完璧ではないので、あの翻訳機で必死に、あの、事前にこれはいいって言ってもらったアプリで、なんとか必死についていきました。 まあでも、基本的に2人のスタンスとしては、あの、ブリーフに書いてあることを、まあ、ある種大雑把に捉えて、大きなアイデアを作ればいいって考えていたので、ここはそこまで悲観せずに、あの、制作に取り掛かりました。で、まずは最初、ブリーフでずれてたらちょっとダメなので、2人で読み合わせをしていきました。あの、翻訳とか、その上での解釈が間違ってないか、入念にチェックしていきました。ちなみにお、あのー、 ヤングカンヌは18時スタートで翌日の18時45分の提出というような、まあ、いわゆる24時間の提出になっています。で、ちゃんと1時間ぐらいは、あの、ブリーフの読み合わせに使うぐらい、ここは大事にしていました。そしてここが、あの、企画をずっとやっている中で、あの、 現地の会場が、まあ、夜に閉まるので、その中で2人であのホテルの会,議会社の人に取ってもらって、まあ、いろいろ朝まで企画を2人でやってたなっていうのがあります。で、もう本当に企画が全然夜までに出そうと2人で話し合ってたんですけど、それもちょっとかなわず、えー、翌朝に希望を抱いて、えー、3時に寝て7時からまた作業開始するような感じだったなと、えー、今、振り返って思います。 で、えっと、倉庫こなんかのかなり、もう翌日はもう記憶がないぐらい、もうすぐに過ぎ去った感じなんですけど、ばばば、あと、あの、翌朝の昼に、あの、アイデアが固まり、そこから制作コピー,、えー、ガガガッと取り掛かって、なんとか、ギリギリの8時、18時30分に提出することができました。こ,れこの時、2人かなりね、嬉しかった。嬉しかった、ね、これ提出した瞬間の写真です、ね。<laughs> <laughs> カオスエントロピーが <laughs>。でも結構、思ったより現地であの日本と違うなんか企画とか,か w i f i とかいろいろ企画の環境が違うかなって思っててビビってた部分あるんですけどまあ現地でも日本と変わらずにあのしっかりと企画というか制作企画は問題なくできたなとえ思ってます。<laughs> とそして提出したアイデアがこちらです。これがあの広告ではあの高級車を持つ男があの男らしいと書かれてきてあのそ一般的なその広告があの男らしさを助長しているんじゃないかでしかもその男らしさを助長した先にはあの自殺率を高めてしまうという科学的データがあることがあの調べていく中でありました。 それをあのアクシデンツの事故とアッツの,あの広告があの事故の中にこの広告っていうスペルがあの内包されていることに気づき、えー、アクシデンツキルメンということであの車は車の事故があの男を殺す車の広告が男を殺すというふうなあの言葉のギミックで出すようなあで企画をしていましたでこの悲惨で驚くべき事実を表現したというような企画です これは AD としてはどういうビジュアルというか、お互い話したかも。ですね。まあ、最初、まあ、シンプルに、あの車の広告っぽい感じにコピーが入るようなビジュアルだったんですけど、まあ、それだと少し何の、何を訴えたいのか分からないってなって、で、こう迫ってくるような、ちょっと事故っていうのに、こう、ミスリードさせるようなの意図として、ちょっとぶれたような、こう、接近してくるようなビジュアルに、えー、してみました。 うん、そしていよいよあの2日後に二日後の朝に結果発表があるんですけどショートリストにもさ,あのさらっと発表されるんですけどこっちあのジャパンの名前がなくあ,のあっけなく落選ということででもこの瞬間がかなりカンヌに行って一つの収穫だったなと思うのが実際に行って こんなに悔しいもんだということを知り、行く前は僕は割とドライな感情で、まあ楽しめばいいやぐらいに思ってたんですけど、実際行って負けると、あの、またリベンジしたくなるような、お互い相当悔しかったなと。だよね、相当悔しかった。いや、ここでもう、あの、受賞者が上にこう、うん、壇上に登っていくんですけど、そこの光景見たら、やっぱうん めちゃくちゃゃく悔しかったですねやっぱ半年間準備していったっていうのもあってあと別部門であるんですけど割とアジアが入ってる部門かなり入ってる部門とかあって、うん、あと感じたのはあのとてつもなく難しいなんていうか大きな壁ではないというかあの、うん、といいアイディアを出せれば受賞できるっていうのが。 ある種相当悔しさを生んだなというのがありました。はい、で、えっと、ゴールドのアイデアがこちらで、あの、男らしさに偏見を持たないペットの目線。かつ、ペットはあの人類最大のファンという立場から、男らしさっていうのはもうあ、あなたはすでに男らしいよっていう投げかけをペットからしてくれるというようなアイデアでした。これが、あの、二人で話してたのが、モチーフが男とか筋肉とか、 車とか、と近しいものじゃなく、全く別のペットっていう視点っていう、まあ、ペットのビジュアルもそうですし、モチーフがしっかりとジャンプがあるっていうのがあのいいなと思って、かつメッセージも、ワットゥーセも新,新しいというか、他にかぶってない感じで、企画性もあって、うんはい 2> な、2人で納得のゴールドだなと思って。ダン <laughs>、ねまあ、トツでこれがやっぱゴールドだったかなって見てて、話してたよね。うんうん あとは僕らも含めてみんな参加者は苦戦してたような感じだったのか、うんだこれがスパーンとくるか、あの、スパーンと提示されてる感じが多分、ゴールドらしさがあって、実際、うん、も多分、まあ、これ選ぶだろうなっていう感じでしたね。そして、あの、実際の大人のカンヌの,あのステージって結構、あの、本当にあの、豪華な、あの、 芸能人みたいな感じであのみんな上がっていくようなステージがあるんですけど、その華やかなステージにヤングカンドのゴールドだけ、えー、と立てるっていうのがあって、で、本当に何,何百人見てる中でこの自分のゴールドの作品が発表されるみたいなのはかなり、えー、といいなというか、あの、ヤングとしてはここの、ここに行きたかったなと、しみじみ僕らは観客席でこれを眺めて、 感じましたね。で、ちょっと本戦での反省なんですけど、まずは、あの僕らであの、ルールで決めていたビヘイビアチェンジまで、どうしてもいけなかったっていうのがありました。あのこれは、まあ、忘れてたわけじゃないんですけど、どうしても、やっぱそこまでのアイデアが出な,出なくてか粘、粘りまくってはいたんですけど、ちょっとそこまでいけなかったっていうのがあって、 見た時にフーンで終わるのではなくて、しっかり行動につなげることっていうのは審査員の方からもフィードバックでいただいて、まあ、ここはかなり反省点として大きかったなと思いました。あとあの、ゴールドが結構手前で、あの、何ていうか問題の深いところに入らずに手前で課題を解決してたので、そういうのは僕らはあのかなり足りてなかったなと思って、ちょっと車っていう一つのモチーフ、一つの事柄に入っていっちゃったなっていうのが反省点でした。 あとは鮮やかな別海みたいな、あの、いわゆるゴールドのあの犬みたいな別海を導き出せなかったのも一つの反省で、ちょっとやっぱ今振り返ると本当に、えー、と悔しさが募る、えー、やんかの本性だったなと思います。そうですね。なんか、ここの一番はその、それをこの判断できなかったっていう、なんか多分、うん、ゴールド見てて、その、 まあモチーフのずらし方とか、まあ、僕たちが考えてたこの,あの分析っていうのは間違ってはなかったのかなって思ってるんですけども、やっぱそこにこう至る24時間でそれに至る判断ができなかったっていうのは結構反省点かなっていうふうには思って、いかにこの24時間で冷静に判断してこう提出できるかが結構、やっぱ本線と国,国内予選での違いかなっていうのは感じましたね。 んなという感じで、僕らのヤングカンヌ報告は以上となります。はい、あのぜひ来年参加される方は、はい、国内ゴールド、そして本戦ゴールドを目指してあの、頑張ってほしいなと思います。はい、僕らも相当悔しい思いをしたので。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。プリントウンは以上になります。